ここでアーモリーワンと中継がつながっているようです。現地にいるアスランザラさんを呼んでみましょう。アスランさん。そんなもんじゃない、俺アレックスだ。ああまだ言ってんですか、アスランさんでしょ。アレックスだ。あれアスランさん本当に今グラサンかけた、どっから持ってきたのそのグラサンびっくりしちゃった。普通に今かけてるよこのスタジオで。あ、中継だった。まあ、あの質問というかちょっとお答えいただきたいことが数々あるんですが、なんだ、ガイアのパイロット、こちらどんな人物なんですかね。うん、聞くところによるとステラリウスという、はい、ナチュラルの少女だと。ああなるほど、うん、普段はちょっとおとなしそうな、可愛らしい子なんだけども。結構ついてるねこの人は、ね、結構好きだね。でもあの、戦闘になると人格が変わって、はい、あなたも結構今変わってるけどね、まあでもそんな強い女性っていうのもちょっと惹かれるところがあるかな。こんな女好きだっけなこの人、おかしいな。いや、あでもね、はい、僕ではなくて、ネオという人物の名前を聞くと笑顔を見せるらしい。ああそうなんだ。じゃあ横連棒ですねアスランさんは。絶対勝ってやる。そうか、頑張ってくださいね。僕も応援してますから。あ、アスランじゃないから。ああ、そうか。アレックスだから。ああ、アレックスでしたっけ。ああ、アスランさんですよね、でも。アレックスです。ああ、そうです。アレックス。今ちょっと間違えてましたよね。アレックスです。はい、あ、そうですか。です。確認された時の状況を教えていただけます？ね、はい。あのまずアーモリーワンでも、はい、もう目撃情報は届いているんですけれども、そうですね。モビルアーマー形態に変形してましたけどね、はい。しっかりと確認されたのはそこだということですね。つまりこの状況はですね、はい、ステラとルナマリアというヒロイン対決になってるわけです。ああ、そうでした。はい。まあ普段は、まあ、女性らしくて、ミニスカート対決、みたいな感じになってるんですけども、私は好きですよ。足とか見えるの出してる。まあね、どんどん出してほしいですよね。まあ戦闘シーンというか、モビルスーツに乗る時もなんか、はいはい、なんだパイロットスーツがミニスカートだったりするとなんかヒレッとしちゃってね、なんか そんなサービスがあってもいいんじゃないかななんて思ってるんだけども、コックピット乗ってるとあんま下からのあれはないから残念なところなんですけどね。だからどっちかというとこう上の方の露出みたいなのちょっと考えてほしいですね。あ、そうですね、ちょっと福田さんに言ってみましょう、あ、というわけでアスランさんありがとうございました。アレックスだから。どうもありがとうございました。アスランさん、アレックスだよ、アレックス。よく男は獣だという表現を聞きますが、獣は男だけではないかもしれませんけど、男は確実に獣だと思いました。